はい、はい、では、前回は千島学説の第一原理、はい、赤血球分化説、はい、赤血球は全ての細胞の母体である、まあ、めちゃくちゃ赤血球大事だぞというところをね、うん、医学の生理学の教科書の1ページ目からね書き直さないといけないぐらいの大爆弾でしょ、まあ、これそうですね、もう大爆弾だったんですが、ちょっとここからまだまだ続くのでじゃんじゃんいきますよ、はい、第二原理赤血球と各種細胞や組織との間の可逆的分化説、はい、なんのこっちゃ、はいまあ前回あの赤血球が細胞になるっていう話があったよ、で各種細胞になっていきますと、うん、そうだね、赤血球が細胞に変わるっていう話の、そうそう、でまあこれだけでもすごいんやけども、この千島学説のすごいところは、可逆的分化説っていうことは、一回例えば細胞になったものはまた細胞が崩れて他のものにまた戻ったり、血液戻ったり、血液が細胞になり、細胞が血液になり、行ったり来たりするっていうわけよな。はあ、もうこれはな、現代学ありえないわけよ。もう脳細胞は脳細胞のまま、皮膚は皮膚のままなんよ、うんうんうん、だからいろんな細胞に変わり得たりするような大元の細胞を探せってことで、あのスタップ細胞っていうのが話題になったりとか、そうかそうか、 iPS 細胞やったっけ、うん、あれでノーベル賞を山中教授がもらったりとか、うんうん、まああれは一応細胞分裂を前提としてのある説やねんけども、ああいうものがもう大革命みたいなノーベル賞になるっていうのは、うんうんうん、その大元の細胞から分化するっていうのはまああっても、細胞がまた戻ってくるってことはもう絶対ありえないわけよ。そういうことですね、また戻ってくる。でもこれさっきの1回目の話で、うん、あの現代医学だと120日で血液なりそういうものが入れ替わってるって言って、どこに行ってんだろうっていう疑問があったけど、うん、これだとすごい説明できますよね、うん、そう、まあ、行ったり来たりしてるね。そういうことですよね。細胞が崩れたらどこに行ってんやろ、そうそうそう、また血液戻ってきてるんや、うんうん、体の中をずっと、確かに僕らだって分かんないですよね、おしっことうんち以外で外に出してるものないからね、ねどこに行ってんだろうってなるんですけど、確かにこれはすごく、うん、その医学の知識とかがない僕らにとってはすごく分かりやすい説明。そうね、うん、なるほどね。これが第二原理ちょっともうサクサクいきましょうね。はい、次第三原理、バクテリアの自然発生説、うん、まあ、バクテリアと言ってるけど、うん、バクテリアって、まあ、日本語で言うと細菌ね。細菌、うん、はい、まあ、菌ね、うん、まあ、それはもっとちっちゃいやつで、うん、その一応生物学的には生物じゃないと言われてる、うん、まあ、いわゆる核がないとかそういうところも含めてね、はいはいはい、でそれがウイルスね。ウイルスもそうなんだ。ちっちゃい、はい、でそういうものたちが、まあ、自然発生しますっていうのを言ってるわけ。はあ、なるほどね。え、これね、なるほどねやねんけど、うん、自然発生する、要はいろんなものが、うん、命が自然発生するっていうのはこれとんでもないことだよ。うん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 、もうこれも教科書1ページ目から書き直さないぐらい、ね、今の定説としてはこれね、1859年にウィルヒョーという、まあ、ドイツの学者さんが、うん、細胞病理学っていう説を出したわけよ、うん、で細胞は細胞から生まれてくるよと。はいはい、細胞は細胞から生まれてる、細胞から細胞から、うん、とは自然発生しませんよって言っちゃったわけよ。はい、なるほど、うん、ここから始まってるんだ。これがその1859年のウィルヒョーのこの説が脈々と受け継がれてるわけよ。うんうんうん、いまだに、いまだにね、うん、1859年の説なんですね。そう、これね、もっとさばかを持ってくると面白くて、うん、自然発生すると言われた時代もあったわけよ。別に、ああああ千島先生が自然発生しますって、バクテリア自然発生するよっていうのを初めて発見したわけじゃない、うん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 、昔は自然発生が逆に言うと当たり前やって、うん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 、それこそギリシャ時代とかな、2000年以上前の、はい、アリストテレス、ああそう、もう有名な方じゃないですか、自然発生をすると言ってた、うん、言われてたんだ。で、ウナギは池の沼のヘドロから、うん、発生してくれと。なるほど。でもうなぎって、まあ、未だに分かってないんですよね。今よく分かってない。そうですね。割と分かってないけど徐々に解明されてるけど、それで分かってないからでも自然発生するっていう説は何言ってんねんお前って言われる説や。そうですね。あと魚類、魚とかは、うん、砂や朽ち果てた海藻から生まれてくると。ああ。もっとすごいな、ネズミが湿った土から
それぞれ偶然に発生するっていう。はあ、本当に分かってなかったんですね、うん、だからもうバクテリアどころじゃないよ、ネズミとか魚とかそんなものたちまでも自然発生すると言われて言われてたんですね、うん、まあ、それがだからそんなわけないじゃんって言って、 そのウィルヒョウさんがその細胞からっていうことを発表したわけですね。発表した。で、まあ、それでもね、まだその時点でいろいろ議論があって、うんうん、いや自然発生だったわ、うん、言われてる中で、うん、もう、まあ、フランスのな、まあ、その学術的な組織が、うん、もうそれ誰か証明しろと、うん、証明したら賞金あげるぜと、うんうん、まあ、ちょっとした大会開いたわけよ、はい、そこで、これ有名な人ね、パスツールさんって、はい、パスツールさん、この人が自然発生なしってことで、あ、もうもう証明したなし、なし、自然発生はない、自然発生はなし、自然発生説の検討というまあ論文を発表して、これでこれを受賞しちゃったわけよ。はあ。で、それがまあオフランスの方ではまあ自然発生説はなしと。なるほどね。これが1861年。はあ。じゃあそこでもう、うん、その自然発生っていうことに関してはもう完全に昔は面白いこと言ってたよねとっていうところで落ち着いちゃったんですね。そう。で、どっから出てくるんかっていうと、まあ細胞もう元はあって。うん、食べ物が腐ったんじゃなくて、勝手に自然発生で菌が湧いてきて腐ったんじゃなくて、うん、菌が飛んできてついちゃったから腐った。はあ。だから病気になったの、細菌が入ってきたから病気になったと、うんうんうん、外に原因がある。全てがそういうことですね。そう。今日これっておかしくて、うん、うちの師匠がよく言ってたのは、宇宙の発生の時にはビッグバンが起きてるわけや、うん、すごい高温の中の大爆発が起きてる時に、うん、じゃあそこにはもうその時種があったのかと、はい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 、その高温で死んでなかったのか、うんうん、細菌バクテリアは熱消毒すれば死んじゃうわけやん、うん、滅菌処理すれば死んじゃうわけやん、それよりもはるかに高い何万度っていう温度の爆発の中を生き抜いてきた大元が本当にあった、いるのかと、うん、で、はあ、その時ちょっと疑問を持って1923年、オパーリンさんという人が、うん、やっぱり自然発生あったやと、おお、言ってくれてる人がいるんだ、言った。けどこの人が言ってるのは35億年ぐらいの昔に1回だけあったと。だからビッグバンってなるほど、おかしくなって矛盾するから、はいはいはい、その矛盾を解決するために、いや自然発生ありました、なるほどね、1回その時だけでと、はあ、今はないっていう、そのビッグバン説とこのウィルヒョウとかパスツールがやった自然発生説はないって言ったのを両立させるようなそのバランスを取ったんですね。いやいや強引なバランス、はい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 、まさにバランスを取ったんですね。教科書書き直さんでいいよと、はいはいはい、そこだけちょっと変えとこうと。そこで千島先生はいやいやいや自然発生するよ、パッスルさんその実験おかしいんちゃうかって言って、その実験性の疑問点とかをちょっと証明したりとかして、なるほど、さすがにネズミはポコッと発生せんへんけども、うんうんうん、発生しますってと。じゃあ、まあかなりその今の医学的な権威なところとはもう真逆で、そう、そこにまあちょっとこうなんだろう、異を唱えてるわけですね。そう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 、そういうことですよね。そう、うん、だからまあぶり返したわけよ、ぶり返しの議論を。1800年代にもう揉めてた問題をぶり返してきたと、160年ぶりぐらいに、はい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 、でここで面白いな、そのバクテリアとかまあ死んでた食べ物が勝手に腐るのも密封してはないしは腐るときは腐ると、うん、発生するから、うん、でこのバクテリアとか自分の体の中からも出てくると。はあ。でさっき前回可逆性って言ったやん、うん、細胞が分解されて血液戻るって、うん、そのいわゆる細胞が分解されてバラバラになった時の、うん、バラバラの いわゆる家を崩した時の破片、うん、それを我々がそれを見て細菌だ、はい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 、バクテリアが発生しておるとか、うんうん、言ってるわけよ、うん、そうですね、そう、うん、細胞が崩れてできただけで、けど現代医学的にはバクテリアがあるよ、そから入ってきた、うん、感染したっていうわけよ。そうか。そう、感染じゃねえ、自分の中壊す段階で生まれてきてるだけの話だと。はあ、ちょっともう難しいけど、うん、全然違いますね。全然違うやん、うん、だからもうそもそもそのバクテリアの感染症とかっていうのも防ぎゃいいってもんじゃなくて、綺麗、うんうん、な血液と綺麗な細胞を持ってる人は崩れてきたバクテリアも全然悪さしないわけよ。うんうんうん、まあもちろんよそから入ってくるのもあるけども、そんなもんは自然の中で体なんかいくらでもあるもんやと、うんうんうん、細菌バクテリア、うんうんうん、それを顕微鏡で検査して、わ陽性だとかって騒いでること自体がそもそもちょっとナンセンスだと。ナンセンス。そういうことですね。こう可逆性っていうのがなければ、うん、そうなるわけよ。そうか。絶対戻ることがありえないから。
そうそうそう、だからよそから入ってきたってなるわけよ、うんうんうん、移ったってなる。そこにありえないものがあった時にですね、そう、うんうん、あとありえないものがあった時、現代科学の上等手段たちは突然変異って言葉を使う。うーん、よく聞きますね。これもね、実はすごい非科学的ね、うん、もうどういう原理原則で変化していったのかっていうのを私はもう知りませんって言ってるのがあるから、うんうん、そうですよね。そう、自然発生って言っちゃってるみたいなもんですね。そう、それくらいのよくわかりませんっていう宣言をしろ。 そ,、ね、うんうん、そういうことなんだ。それがちょっと今難しくなっちゃいましたけど、第3のバクテリア、うん、自然発生説で、これがまあ第4原理の細胞新生説ともつながるところですね。つながってくるわけだね、うんうん、だから新たに細胞自体も生まれてくるよと。バクテリアも生まれてくるし、細胞ももちろん生まれてくるよっていうふうになっていくと。今のちょっとまとめますけど、うん、今のその現代医学っていうのは、ここのパスツールさんの自然発生なしっていうところがものすごく根本にあるっていうことですよね、うん、そう、ウィルさんの、ウィルヒョウさんの細胞は細胞からっていうところ、細胞から、だからその全てにおいて、その医学なりその生理学なりも全部の、うん、ものはその細胞分裂なりそういうところから考えられてるっていうことですね。そういうことですね。そう、だからもうその千島さんの言ってることとは真逆だし、でも 70% 健康ラジオで言ってるような東洋医学の考え方とか、うん、その食養生の考え方はかなり千島学説に、似通ってる部分がありますよね。そう、まあ、自然発生するっていうのは前提のもとにやってることやな、うん、食養生は。そうですね、いやすごいすごいな。ちょっともうあれですけども、ここでちょっと次に行きましょうか。一回区切っていきましょうかね。行きましょう。はい、はい